こんばんは。ロマン放送記憶、日本語のニュースでございます。カンボジアを訪問しているトラン国家主席が来る。ベトナムの高官代表団は。カンボジアのハマモーニ王国が。仲裁した。盛大な歓迎。訂正部署に。出席しました。トラン主席は。ベトナムの代表団の。温かく歓迎してくれた国を。国王。 後後政府上院国会国民に感謝した上で両国が大きく関わりつつあるという印象を表明しました。両氏は両国の山と側が隣接する隣国であると強調し両国間の関係は両党国家国民の間の誠実者優勢義になる支援善意そして総合のために犠牲を払う精神によって刻かれ 育まれ発展してきました両氏は両国の友好関係が今後も進化され高まれ将来の世代に甘い果実をもたらしてくれると信じているとも述べました政府事務所は新聞に記載された破産・閉鎖またはオーナーの帳簿解散した企業が社会保険料の納付を送らせたり 払わなかったりすることで、最大4兆ド論で21万3 0 0 0人以上に影響を与えた問題解決に関するレムン回復収層の見解を伝える文章を発出しました。同問題に関して、レムン回復収層は、公安層、労働層、戦争病兵社会問題層、ベトナム社会保険層に対し、社会保険料を 納付せず納付支援に関する問題についてそれぞれの担当機能や妊婦に応じて掘り当て職業を緊急に調査し把握するよう指示し権限と法的規制に従って宗教員の正当な権利を報告する計画を立て権限を超えた内容の場合は速やかに有能機関に報告し検討と指示を出すことを求めるよう要請しました。 ここ数日には金指輪の価格が HAC 金縮金の価格を超えています。過去には金縮金の価格は金指輪の価格より1テール当たり最大1000万ドルも高かった時期もありました。これは異常なことでしょうか。ベトナム金取引協会はこの原因を説明しています。 ベトナム金取引協会によりますと金指輪の価格が大幅に増加したのはいい例ですが理解できます。その理由として金指輪の価格は長年にわたって依然として世界の金額に従っており世界価格と比較した場合その差は1テールあたり300万から400万ドンわずかだからです。HIC 金時金は 国民的ブランドでもあり国民に人気もあり品薄でもあるため金指輪の価格よりも1テールあたり1,000万ドン高く世界価格よりも最大2,000万ドン高い価格で取引される場合もあります。しかし国家銀行の介入後 HAC の金融機の価格は急激に下落し世界価格に運動することなく停滞し続けています。 基本的には、金指金の方が金指輪の価格よりも豪華ですが、現在、特に金指金の価格がまだ高い時期には、金指輪の需要が急増しています。金指輪の価格は、単位が小さく、人々が購入しやすいという利点がありますが、金指金は現在、1テールでしか入手できませんが、多額のお金で購入できると説明しました。 2015年から2030年までの不動産および公営住宅市場の発展に関して、国家銀行が最近、国会監修部会に送った経済活動や商業活動の報告書によりますと、消費および自公市 e 不動産ローン向けの融資残高は2023年には1%強しか増加し、過去5年間で最低水準となりました。一方 ビジネスローンの用心額は、2023年に35%以上増加しました。これは、開発業者と住宅購入者の間の融資ニーズのギャップを示しています。人々が不動産を購入するために借金する必要がない一方で、金融の流れは不動産市場の供給側に流れている状態になっています。 7月13日にペンシルベニア州で行われたキオワート大統領報告ドナルド・トランプ氏の有権者運動イベントで多数の修正が鳴り響き火ましたドナルド・トランプ前大統領が7月13日東部ペンシルベニア州バトラーで演説していたところ 自由の発砲音と見られる複数回の音が鳴りました。CNN 通信によりますと、トランプ氏が負傷し、現場のビデオには右耳と顔の右側から出血している様子が映っていました。米国のシクロットサービスは、トランプ氏が無事だ、捜査は継続中と明らかにしました。スティーブン・ジャンホロカンは、トランプ氏が元気で、 地元の医療施設で検査を受けていると明らかにしましまた。ワシントン・ポストの記者は襲刑容疑者は射殺されたと述べました。ジョーバイデン大統領は事件直後の声明でアメリカにはこのような暴力行為が容認できない。全国民が団結して非難する声を上げる必要があると述べました。 この事件は明日始まる共和党全国大会を前にトランプ氏が最後の集会となったペンシルベニア州を訪れた際に起きましたロシア RI ノボスチ通信社は集団安全放送条約機構ロシアのビクトル・ワシリエーエフ・ CSTO 増中代表の発言として アジア太平洋地域のおける NATO の軍事存在感の増大は懸念を引き起こしていると伝えました。ウォシディエフ氏はまた CSTO はそこで NATO が力を増強し新たな軍事ブロックを創設しようとしているアジア太平洋地域の増強を懸念していると述べました。ロシーによりますとこの勢力的な活動は ロシアだけでなく、CSTO の全加盟国にとって脅威となっています。ワシリエフ氏はまた、ロシアと CSTO は西側諸国等の対話の扉を閉ざさないと断言しました。ロシア側や CSTO 側から NATO に対して他国の安全を犠牲にして、四国の安全の確保しないという重要原則を含め、 何度も安全保障システムの構築に関する対話の開始について提案がありました。しかし残念ながらこの提案にあちら側は答えなかったです。ロシアのビクトル・ファシリエフ CSTO 総中代表がスプトニックのインタビューで語りました。CSTO は旧ソ連の構成国6角国アルメニア、ベラルーシ、ガザフスタン、 キルギス、ロシア、タジキスタンからなる地域的な国会館機関であります。外部の武力攻撃から名家国を守ることが主な,も主な目的です。ご清聴ありがとうございました。